ロベルトエリアス・フリースロベルトエリアス・フリースは、スウェーデンの植物学者、金類学者である。スウェーデン中部のウプサラで生まれた。祖父は有名な植物学者、金類学者のエリアス・フリースであり、フリース家は多くの生物学者を出しており、父親のテオドール・マグヌス・フリースは、植物学者、弟のクリスティアン・エリアス・フリースは、ルンド大学の植物地理学、花粉学の教授、 兄のマグヌス・フリースは、ウプサラ大学の植物学の教授となり、スウェーデンリンネ協会の理事長を務めた。1894年に、ウプサラ大学に入学し、1901年に学位を得た。この頃から外国での植物調査に参加している。1905年に博士号を得て、植物学の講師となった。1902年から1903年の間は、 スウェーデン自然歴史博物館の学芸員を、1904年から1907年の間は、ウプサラ植物園の助手を務め、1908年から1911年の間は、ウプサラの高校の教師として働いた。1913年教授資格を得て、1915年から、ベルギウス財団の教授職となり、ストックホルムのベルギアンスカ植物園の園長となり、 1944年まで、その職を続けた。スウェーデン、スペイン、南米、アフリカでの植物調査を行った。1901年から、エルランドのルデンショルドと南米のムランチャコ地域、アルゼンチンとボリビアの産地地域を旅し、多くの植物標本を得て1902年に帰国した。1911年から1912年の間、 エリック・フォン・ローゼン・伯爵とアフリカ銃弾。ありがとうございます。